おはようございます。今日もこれから、新宿に行ってみたいと思います。とりあえず、アバルトで行きますので、まあ、30分くらい、なんかぐだぐだ話しますけど、適当に聞き流してください。それでは。おはようございます。ツッチーです。桜が咲きましたね。まあ先週の土曜日から満開宣言があって、それで日曜がもうかなり満開だけど、今日はもうさらにすごいいい感じで、もう満開絶好調っていう感じですね。至る所で桜が咲くこの季節は本当に綺麗ですよね。なんかね、ちょっと心が休まる感じ、なんか至る所にあるから見に行くっていうよりかはいろんなところにあるからちょっと心が休まっていい感じ。とりあえず今日はね、これからまた、西新宿に行くんですが、なかなかね、花火したいんだけど、まあ、そういうわけにいかないんで、これはどーもくんバスかな。なんかね、花粉症なのかわかんないんだけど、風邪じゃないんだと思うんだけど、なんか喉がずっと痛くて、なんか扁桃腺が腫れて痛い感じの喉がずっと痛いんですよ。多分なんなんだろうこれ。咳も出るしね。でも風邪の症状、だるいとか熱があるとかそういうのは全くなくて、それでただ単になんか喉が痛くて咳がちょっと出るだけ。なんなんだろうこれ。ちょっとどうしたものかなと思ってるけど、4月もねもう終わっちゃうので、なんか早いですよね。あっという間、1年ももう3分の1は終わっちゃって、なんかあっという間に夏も過ぎたのかなって感じだけど、撮ってもね。
白なんだけど、ちょっとピンクっていうのがまたすごく綺麗な味わいを出してるよね。すごい綺麗。最初に、最初の土曜日かな、違うか、どっちだっけ、最初の土曜日だっけな、2回目の土曜日だか分かんないんだけど、最後の山節から最終コーナーに、でなんかちょっと血迷っちゃった感じがあって、そこでちょっとこうやってるのがあって、結構ね、まあ前も話したんですけど、いい感じになっちゃったんですよ。で裏切りしてるんですけど、ちょっとねこれがまあ今回筑波1000終わったら取り替えかなって感じで、まあちょっとそんな感じなんですけどね。まあ、取り替えたいんだけど、取り替えちゃうと筑波線はみんなが、もう初めて走るんですよ筑波線で、みんなが言うにはやっぱりその結構タイヤの減りが激しいショートコースなんでね、でビデオとか見る、 YouTube とか見てるとやっぱり結構1分ない感じなのかな、なんかすぐ終わっちゃう感じ でぐる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 回ってるから、やっぱりどうしてもタイヤの消耗が激しくて、なのでまあね、なんだろう、楽しく走るんだったらあまり攻めずにまあ攻めたらといったら自分タイムが伸びるわけじゃないんだけどまあ攻め、まあ自分なりにね頑張ってみないで、なんか楽しく走るっていうのも一つの手かなとは思うんだけど、でもまあどうなんだろうな。よくタイムアタックのビデオとか見てると、2周走ってタイヤ温めて、まあ、3周目4周目でとか、またね71だったらなかなか温まらないから結構走ってとかいうのあるんだけど、やっぱりタイムアタックのそのここ一番っていうところのあれの見極めがやっぱりなんか自分の中でできてなくて、結局なんかそのなんつうんだろうな、もう常に全力でずっと15分とか行っちゃうから、それはダメなんだよね。もうちょっとこう3週4、5週目にちょっとクリア取って自分なりに頑張ってみるとかするようなね、そういうちょっと頭を使わない、あ使わなきゃいけない走りをしなきゃいけないとは思ってるんだけど、なんかそういう走りをしないところがまたダメなところで、あとね夏までにはねちょっと足回りを改良したいなと思ってはいるんですよ。いわゆる車高調を入れたいなと、これノーマル車高調、ノーマルのサスなんで、スプリングとダンパーなんで、
結構ね硬いっていうか、なんだろう、意外と、まあ、僕的にはちょっと硬すぎるかなと思ってるんだけど、もうちょっとね、なんだろうね、車が大きければ多少硬くてもいいかなと思ってるんだけど、なんかちっちゃいから硬いとペペ跳ねちゃって、結構なんか跳ね度合いがでかいみたいな感じで、あとそう車重もね軽いから、意外となんかそういうんだよ、どうなんだろうなって。この車はそのシートからフロントのシートからリア そのバンパーまで、ね、後ろのバンパーで、ね、あんまりないんで、意外となんだろうな、こう車間を詰められちゃった感が強くて、でそんな詰めてないんだよね、サイドミラー見ると。でもバックミラーって意外とあの拡大されてるから、すごいなんか後ろ詰められてる気がして、でなんかまあそれはいいんだけど、でもちょっとね上り坂で止まってるとね、やっぱどうしても